僕はシュークリームの誘惑に負け、自分のいた時代をチョロ坊に教えてしまったペッチャ。そこはギリシャとペルシャが戦争をしているど真ん中、僕たちはスパイにされたりしてもうメロメロ。果たして消えた博士は見つかるのかな。次回タイムボカンギリシャのずっこけ戦争だペッチャをお楽しみにね。ああ、僕は魔女たちのシュークリームの罠にかかって消えた博士のいる時代を喋らされたペッチャ。なんとそこは魔女狩りが盛んな時代、ジュンコちゃんは魔女に、タンペイちゃんは悪魔にされてもう大変。一体どうなるペッチャ。次回タイムボカン恐怖の魔女狩りだペッチャをお楽しみにね。さてお立ち会い、タイムボカンがボコーンと現れたのは中国は唐の時代。そこで僕たちは消えた博士を知っているという三蔵法師に出会い、一緒に旅することになった。ところが三蔵法師にはとんでもない秘密があったペッチャ。次回タイムボカンへんてこ最有機だペッチャをお楽しみにね。僕のマンモスの落書きがきっかけとなってタイムボカンは戦士時代へタイムトラベルしたペッチャ。ところがその時代の原始人は言葉が通じずちんぷんかんぷん。そんな時消えた博士らしい人影を見つけたペッチャ。どうなるペラ。次回タイムボカン原始人は優しいペッチャをお楽しみにね。海賊船長の肩にはオウムが止まっている。そして僕たちはバイキングの時代に出かけたペッチャ。ところがそこは海賊のスプーン島とフォーク島が戦っているど真ん中。しかも船にはオウムがたくさんいたペッチャ。おたけさんもいるのかペラ。次回海賊はオウムが好きだペッチャをお楽しみにね。ダイナモンドはバグダッドの祠にある。ダイナモンドがあれば消えた博士もいるペッチャ。で僕たちは15世紀のバグダッドへひとっ飛び。ところがそこでは盗賊たちが仁義なき戦いをやってたペッチャ。僕たちは巻き込まれてもうメロメロ。次回合図は白毛ごまだペッチャをお楽しみに。ジンギスカン料理を食べたことがある。その僕の一言でタイムボカンはジンギスカンの時代へ行ったペッチャ。でもそこではモンゴル族とバッカン族が花嫁をめぐって戦いをしてたペッチャ。おまけにジュンコちゃんが人質にされてもう大ピンチ。次回タイムボカン大登場ジンギスカンだペッチャをお楽しみにね。タイムボカンは西部の町へタイムトラベル。その町には腰抜け保安官しかいないので、タンペイちゃんは保安官女子にされたペッチャ。そんな時、ダイナモンドの秘密を握る男が町に帰ってきたペッチャ。その男を狙う悪玉たちと僕らは大決闘をするペッチャ。次回タイムボカン西部の大決闘だペッチャをお楽しみにね。タイムボカン戦国時代へ発進。そこで僕らは真田十勇士に会ったペッチャ。ところが猿飛サスケの他は全員風のずっこけぶり。三平ちゃんは真田幸村に代理を頼まれ命がけの仕事をすることになったペッチャ。さてその仕事とは。次回タイムボカンかっこいい忍者だペッチャをお楽しみにね。僕は探偵ちゃんたちに連れられインカ帝国展に行ってドッキリ。おたけさんに似た骨があったペッチャ。それで僕らはインカ帝国へ。そこにはダイナモンドらしい宝物があり、僕らはそれを求めて厳しい旅をするペッチャ。次回タイムボカンインカの宝見つけたペッチャをお楽しみにね。絵のモデルになったことがある。その僕の一言で探偵ちゃんたちはダ・ヴィンチの時代に行ったペッチャ。ところがペッチャ、ダ・ヴィンチはモデルのモナリザに逃げられがっくりこ。探偵ちゃんたちは彼を励まし博士の居場所を聞こうとするのだが、次回タイムボカンモナリザの秘密だペッチャをお楽しみにね。ドッキリ。僕美女オウムに誘惑されたペッチャ。で僕は猛勉強して美女オウムに僕のいたかもしれない場所アトランティスを教えた。だけどアトランティスは沈没騒動でてんやわんや。どうなるくっちゃ。次回タイムボカン大沈没アトランティスだペッチャを
お楽しみにね。ひえー、ついに出た記憶回復装置。僕はそれにかけられて博士のいる時代を教えたべっちゃ。スワタイムトラベル。ところがそこに待ち受けていたのはドラキュラの牙。ジンコちゃんは捕まってしまい、もう大ピンチ。次回タイムボカンドラキュラが出たべっちゃをお楽しみにね。コンピューターで博士の居所を調べてみたら、うちでの小道が知っていると答えが出たべっちゃ。早速日本へ行った僕たちは一寸法師と協力して赤鬼を倒したべっちゃ。だけどせっかく手に入れたうちでの小槌が大変なことに。次回タイムボカンうちでの小槌を振るべっちゃをお楽しみにね。大ニュースだべっちゃ。なんとキリタ博士は謎の時代に行く前にライト兄弟のところへ寄ったんだべっちゃ。しかも2人は博士からの手紙を持っていたべっちゃ。今度こそ純子ちゃんは博士に会えるのかな。なぜか不安。次回タイムボカンずっこけライト兄弟だべっちゃをお楽しみにね。僕が泥棒の真似したら、探偵ちゃんたちは博士のいるのは石川五右衛門の時代だと思い込んだくっちゃ。ところは今日の都、僕らは二代目の五右衛門に振り回されてもうくたくた。それでもやっとこ本物の五右衛門に会ってみると、次回タイムボカンドロロン五右衛門だべっちゃをお楽しみにね。ダイナモンドは白雪姫のいるグリムの森にあるというわけで、例によってタイムトラベル。ところがちょうどその時代では白雪姫が悪いお妃に命を狙われてたべっちゃ。僕らは白雪姫を助けるためにピンチピンチの大ピンチ。次回タイムボカン急げ白雪姫が危ないべっちゃをお楽しみにね。グー、ついに出たよダイナモンド探知機。僕らはそれを使って千年後の未来に。だけどあたりは怖いロボットばかりで真っ青。でも負けちゃいないよ。僕らは地下に隠れ住んでる人間たちを助けて大活躍するペッチャ。次回タイムボカン千年後のロボット国だペッチャをお楽しみにね。およよ、僕のいたのはロシアだと分かったペッチャ。そこでまたまたタイムトラベル。だけどそこには悪魔がいて、僕らはひどい目に遭うペッチャ。おまけに魔女たちがすごい虎のメカで現れちゃって、僕たちは疲れたび。次回タイムボカンイワンは嘘を言わないペッチャをお楽しみにね。新登場クンクンマシン。僕らはそれを使って博士がいるのは16世紀末のスペインだと突き止めた。そこにはずっこけた騎士がいて、僕らは振り回されちゃうペラ。でも今度こそダイナモンドがあったペッチャ。次回タイムボカンそこのけドンキホーテだペッチャをお楽しみにね。あら不思議、魔女たちはダイナモンドを調べてその時代を突き止めたペッチャ。そこはピノキオのいる時代だペラ。僕らはピノキオをおじさんのところへ返そうと四苦八苦。そこへジョーズも真っ青のサメメカが出てきて、もう負けそう。次回タイムボカンピノキオの大冒険だペッチャをお楽しみにね。ああ、おたけさんに会いたいよ。僕はホームシックになったペッチャ。そこでせっせこ猛勉強。分かったのは黄門様の時代。僕らは水戸黄門様のお供をして宝探しを始めたくっちゃ。だが怖いモグラメカが行く手に現れたペッチャ。次回タイムボカン黄門様は素敵だペッチャをお楽しみにね。カードで博士の居所を占ってもらったら、なんと弁慶が知ってると出たペッチャ。そこでおなじみタイムトラベル。僕らは牛若丸に、魔女たちは弁慶に味方して、五条大橋のチャンバラが始まった。さあどうなるペッチャ。次回タイムボカン牛若丸と弁慶の大決闘だペッチャをお楽しみにね。じゃーん、ついに魔女たちがダイナモンドを使って新兵器を作ったペッチャ。威力を試しに出発した魔女たち追う探偵ちゃんたち。そこではロビンフットと悪大官が戦ってたペッチャ。さあ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 どうなるペッチャ。次回
代タイムボカン出たぞロビンフッドだペッチャをお楽しみにね。僕たちは消えた博士の本を手がかりに200年前のブリストル港へタイムトラベル、そして宝島に向かった少年ジムと一本足のシルバーを追いかけたペッチャが苦労してやっと宝島に着いた時、シルバーが反乱も起こして大ピンチ。次回タイムボカン、それいけやれいけ宝島だペッチャをお楽しみにね。じゃーん、ついに消えた博士が現代に戻ってきたペッチャ。ところが探偵ちゃんたちは一足違いでタイムトラベルした後だったペッチャ。そしてがっくりする博士を待っていたのは魔女たち。果たして博士はみんなに会えるかしら。次回タイムボカン消えた博士を発見だペッチャをお楽しみにね。魔女たちがダイヤモンドを手にするヒントをつかんだペッチャ。200年前のイギリスにある七色の盾元に聞けばわかるというんだペラ。だけどやっと見つけた盾元はおちょろしい男の手に。さ、大変。次回タイムボカンジャックと豆の木大騒動だペッチャをお楽しみにね。ここほれワンワンってなわけで、今回は学者犬にダイナモンドのありかを聞いてみたペッチャ。ところは安土桃山時代の日本、花坂じいさんの協力を得て裏の畑を掘ってみると、おまけに悪玉の狛犬メカも出てきても大変。次回タイムボカン枯れ木に花を咲かせるペッチャをお楽しみにね。チョロ坊は探偵ちゃんに壊されると思い込み、ドタバッタンで逃げ出したペッチャ。頃は赤ずきんちゃんの時代、チョロ坊は赤ずきんちゃんと友達になり、ダイナモンドのありそうな女神様の湖の秘密を聞いた。ところがまたまた魔女たちが。次回タイムボカン赤ずきんちゃん気をつけてだペッチャをお楽しみにね。当てずっぽうで未来に旅立った探偵ちゃんたちは途中で骸骨と接触事故を起こしたペッチャ。そしてシンデレラの時代に落ちた探偵ちゃんたちはかわいそうな彼女のため東奔西走する。果たしてシンデレラは幸福の靴を履けるのか。次回タイムボカン夢見るシンデレラ姫だペッチャをお楽しみにね。魔女たちは電書バト型のタイムマシーンをたくさん作り、ダイナモンドの情報を売るためいろいろな時代に送ったペッチャ。その結果分かったのが500年後の東京。そこには地球上で最後のゾウさんがいて、悪い宇宙人に狙われてたペッチャ。次回タイムボカン未来のゾウさんを守ろうペッチャをお楽しみにね。消えた博士の記憶を頼りに、僕らは日本の三保の松原にタイムトラベル。そこで大切な羽衣をなくして困ってる天女と知り合い、手助けを買って出たペッチャ。ところがその頃羽衣は魔女たちに奪われて大変。次回タイムボカンびっくり天女は宇宙人だペッチャをお楽しみにね。僕たちは念力写真装置でダイナモンドのヒントをつかみ、アマテラス大神の時代へレッツゴー。だけどそこには怖いヤマタノオロチがいたペッチャ。僕たちは早速スサノオと協力してオロチ退治に向かったが、次回タイムボカン突撃ヤマタノオロチだペッチャをお楽しみにね。僕たちは怖い怖いフランケンシュタインの映画を見てたペッチャ。そしたらその中にダイナモンドが。早速探偵ちゃんたちとフランケンの時代へほいしゃっしゃ。そこにはおちょろしいはずのフランケンの意外な素顔が。さ、次回タイムボカンフランケン我慢だペッチャをお楽しみにね。冷凍睡眠の研究中、カエレーン博士はタイムスライドして3000年の未来へ行ってしまったペッチャ。僕たちは孫のアイラちゃんに頼まれて早速探しにほいさっさ。だがそこにはロボットみたいな人間と人間みたいなヒヒがいた。次回タイムボカン未来はヒヒの国だペッチャをお楽しみにね。来週はみんなも知ってる裸の王様に会えるペッチャ。紋章がダイナモンドにそっくりな15世紀のデンマーク、カッコマン王国に行ったペラ。
おしゃれな王様をめぐっててんやわんやの大騒ぎ。さあさあどうなるどうなる。次回タイムボカン王様は裸だぺっちゃをお楽しみにね。神妙な霊感テストマシーンが登場。いろいろな実験の挙句、僕の言葉がヒントになって桃太郎の時代に行ったペラ。そこには赤鬼や青鬼がいて悪さのし放題。僕らは意外なイメージの桃太郎と鬼ヶ島に向かったが、次回タイムボカン桃太郎の鬼退治だペッチャをお楽しみにね。僕たちは13世紀のハーベルンへ。そこでは町中にネズミがあふれしっちゃかめっちゃか。ネズミを退治したら宝をくれるというんで張り切った僕たち、横取りしようと魔女たち。そこへ現れた笛吹き少年。さあ三つどもえの大混戦。次回タイムボカンハーベルンの笛吹き少年だペッチャをお楽しみにね。不思議だな、鶴が折ったという伝説の布がダイヤモンドと同じ光なんだべっちゃ。巣は佐渡島へ。そこには鶴と人間の美しい友情物語が待ってたべっちゃ。だがそこへ珍妙なカッパメカが現れる。さあ大変。次回タイムボカン鶴の恩返しだべっちゃをお楽しみにね。魔女たちがいじめていた亀を助けたら、その亀は僕たちを竜宮城に案内してくれたぺっちゃ。そこには美しい乙姫様がいて、僕たちはご機嫌。しかし、そんな楽しい世界にも、おちょろしい海坊主がいたんだぺっちゃ。次回タイムボカン、竜宮は最高だぺっちゃをお楽しみにね。僕たちは博物館からトーテンポールを盗んでいった魔女たちを追ってインディアンの時代へ行ったペッチャ。ところが大変、タンペイちゃんがアパッチに捕まっちゃったペラ。ジェロニモとタンペイちゃんの一騎打ち。さあどうなるペッチャ。次回タイムボカンアパッチ谷の秘密だペッチャをお楽しみにね。ダイナモンドは宇宙にあるのでは。魔女たちはかぐや姫宇宙人説を信じてかぐや姫の時代へ行ったペラ。僕たちも負けじとタイムトラベル。噂通りとびきり美人でモテモテのかぐや姫だったペッチャよ。本当に宇宙人かしら。次回タイムボカンかぐや姫は美人だペッチャをお楽しみにね。僕が見つけた甲羅の潰れたカニが手がかりとなってサルカニ合戦の時代へ行ったペッチャ。そこにはお人よしのカニさんと猿酒を食らう意地悪猿がいたんだペラ。僕たちはカニさんの仇を取ろうと一致団結。さあどうなるかな。次回タイムボカン猿カニ合戦だペッチャをお楽しみにね。僕たちは友田博士の情報で19世紀イギリスのジジル博士に会いに行ったペッチャ。なんでもダイナモンダイという成分の入った薬を研究しているそうな。ところがヘンテコリンなことばっかり起こるペッチャよ。ほんとに困ったペッチャな。次回タイムボカンジキル博士の謎だペッチャをお楽しみにね。突然18世紀のコペンハーゲンからおばあさんがタイムスリップ。僕たちは孫娘探しを頼まれてスタンバイ。その頃、孫のアンナちゃんは雪の街角でマッチ売りをしてたペッチャが、あら不思議、彼女の吸ったマッチから。次回タイムボカンマッチ売りの少女だペッチャをお楽しみにね。僕たちはマジックコールという作用で14世紀のアラビアに引っ張られていったペッチャ。そこは有名なアラジンと魔法のランプの舞台だったペラ。早速ランプをこすってアラジンは幸福に。ところがところが、とんだ邪魔が入ったペッチャよ。次回タイムボカンアラジンと魔法のランプだペッチャをお楽しみにね。僕たちは足柄山の金太郎に会いに行ったペッチャ。そしたらおちょー、金太郎が熊に投げ飛ばされてる。話が違うペッチャな。そこへ足柄山の動物狩りをしようと企んでる悪い貴族が現れた。どうなるペラ。次回タイムボカン足柄山の金太郎だペッチャをお楽しみにね。
魔女にか108点も手がかりに魔女たちは2500年前の日本へ出発したべっちゃ。僕たちも早速タイムトラベル。そこには兄の海幸にむちゃくちゃを言われて途方に暮れている山幸がいたべら。なんとかしてあげたいべっちゃな。次回タイムボカン海幸山幸仲直りだべっちゃをお楽しみにね。友田博士の研究中の赤い靴が時間の穴に落っこちたべっちゃ。なんでもその靴を履くと一人でに踊り出して止まらなくなるんだって。僕たちは早速赤い靴を追っかけて18世紀のスウェーデンへ。しかしついに犠牲者が。次回タイムボカン赤い靴は悲しいべっちゃをお楽しみにね。アポロ11号って知ってるべっちゃ。初めて月面着陸したんだべら。僕たちはそこへダイナモンドを探しに行ったらドキッ。月にも人間がいたべっちゃ。おまけに捕まっちゃってもマッチョ。月の人間ってどんな人？次回タイムボカン月の世界は素敵だべっちゃをお楽しみにね。さあ来週は美女コンテストマシン登場。魔女たちは美女の首にはダイナモンドありてなわけで、古今東西の美女の中から人魚姫を選んでその伝説の海へ出かけたべっちゃが、おひょー、人魚姫の瞳から美しい涙が。次回タイムボカン人魚姫を助けるべっちゃをお楽しみにね。ダイナモンドの作り方って本を見つけた魔女たちはその本の作者の時代へ出かけたべっちゃ。僕たちも追っかけてホイサッサ。ところがあら不思議、魔女たちが消えちゃった。声はすれども姿は見えぬべっちゃ。変だな。次回タイムボカン透明人間はつらいべっちゃをお楽しみにね。ダイナモンドとオーロラが関係ある。消えた博士の言葉で早速17世紀の北極へ。ところが寒い北極が暑いペッチャよ。おまけに変な穴に落っこったら、なんとそこは地帝国だったペラ。そして変な呪文を唱える人間がいた。次回タイムボカン地帝国の謎だペッチャをお楽しみにね。ピラミッドの宝の中にダイナモンドがあるかも。僕たちは4500年前のエジプトに行ったペッチャ。そこにはピラミッド建造に命を懸ける男がいたんだペラ。そこに現れた盗賊ドレンザと魔女たち。果たしてピラミッドの宝は。次回タイムボカンピラミッドを作るペッチャをお楽しみにね。石板に刻まれた謎のロングロング文字。僕たちはどうにかそれを解読してイースター島へホイサッサ。そこで巨石人を操る宇宙人の少女チヌチヌと会ったペッチャ。ところがその巨石人が突然狂い出したからびっくりペッチャよ。次回タイムボカンイースター島の巨石人だペッチャをお楽しみにね。僕たちは紀元前6世紀のギリシャに行ったペッチャ。そこではみんな仕事をしないペラ。羨ましいペッチャ。だけど畑は荒れ放題。本当にこれでいいのかな。ところが荒れ果てたブドウ畑に宝があるというんだペッチャ。宝って何かな。次回タイムボカンブドウ畑の宝だペッチャをお楽しみにね。ダイナモンドにスズメの唾液がついていた。それーっとバカに下切りスズメの時代へ行ったペッチャ。そこにはおじいさんおばあさんとケンタ君という弱虫の少年がいたんだペラ。一緒にスズメを探しているうちに魔女たちの罠にはまってしまったペッチャ。次回タイムボカンスズメのお宿はどこだペッチャをお楽しみにね。いろんな国を冒険したガリバーはダイナモンドを知ってるのではと僕たちは小人の国へ行ったペッチャ。ところがうたた寝してるうちにガリバーみたいに縛られたペッチャ。おまけに隣の国の巨人が現れたんだペラ。どうなるペッチャか。次回タイムボカン僕たちガリバーになったペッチャをお楽しみにね。シンドバッドって知ってるペッチャ。とっても冒険好きの少年なんだペラ。僕たちはシンドバッドを追っかけているうちに嵐に巻き込まれて小さな島にたどり着いたペッチャ。ところがびっくり、島中宝石だらけなんだペラ。果たしてダイナモンドは。次回タイムボカンシンドバッドのロマンだペッチャをお楽しみにね。
来週は菊も涙の物語でっちゃよ。なんと最終回ペラ。僕たちはタイム電池が切れて時代のわからないへんてこなジャングルに着いたペッチャ。果たして僕たちはそこで憧れのダイナモンドに会えるのか。最終回タイムボカンダイナモンドを発見だペッチャをお楽しみにね。